こんにちはオールジャンルコード理論の専門家セッションインイストラクターの藤林俊です今回はですね前回お伝えいたしました、まあ、コードというものは2つの種類しかないんだよというお話を前回したんですけれどもそれをじゃあ具体的にどういうふうに見分けていくのかという分類法をまずお伝えして一番初めにこの動画のですね一番初めにお伝えした メジャーーースケールを基準としてできたコードダイアトニックコードなんて言われたりしますがそのダイアトニックコードが落ち着きコード盛り上がりコードどのように分類していくのかという実例を含めながら細かく解説をしていこうかなというふうに思います。まず、えー、落ち着きコードと盛り上がりコードどういうふうに分かれていくのかということなんですけれども、まあ、前回ですね まあ感覚的なお話をしましたまた、あ、そのコードが鳴った時に終わったっていう感覚がするのが落ち着きコードそしてそのコードが鳴った時になんとなくこうもやっとするというかそこじゃ終われないっていう感覚がするのが、まあ、盛り上がりコードなんだよという感覚的なまお話をしたんですけれども、まあ、これだけだったらですねじゃあこれは落ち着きコードだと思ってたけどあこれ盛り上がりコードなんだとか。 これ盛りり上がりコードだと思ってたのにあこれ落ち着けるんだねみたいないうですねまあそういう食い違いがあったりしますのでよりですねえちゃんとまあ分けるための分類法というものが実はあるんですね。これについいいいてて詳しく見ていきたいと思いますまずですねこの分類法でえ落ち着きコードを盛り上がりコードを分類するのに大切になってくるのが「盛り上がりの音」というものが大切になってきます。 盛り上がりの音って何なのかというと、まあ、ドレミファソラシドの中のファとシの音っていうふうにまずは覚えておいてくださいもちろんこれはキー・シーに限るんですが分、えー、かりやすいようにキー・シーで解説しているんですがドレミファソラシドの中のファとシこの2つの音がまず盛り上がりの音なんだよというふうに覚えておいてくださいどういうことか、まあ、盛り上がりの音って何なのかというとですねまず えー、音で、えー、確認していきたいんですがドレミファソラシドを聞いてみましょうまあこんな感じで、まあ、ドレミファソラシドなんですけれどもでは、えー、こんな音を聞いてみてくださいいかがでしょうか今のはですね、えー、ドレミファで止めたんですね ファの音でで止めたらですねなんとなくこれもちょっともやっとするというか「早く次の音に行ってくれ」みたいな「ドレミファ」って言ったら「ミに戻りたがったくなったり」とか「ソ」に上がりたくなったりとかまあそういうですねその音で止めたら「まあ、ファ」の音で止めたらなんとなくもやっとするみたいな感覚がする音なんですね。じゃあ次、えー いかかでしょうか今のはドリームファストラシで止めたんですね。シで止めると、まあ、最後にですねこのドで落ち着きたくなったりとかいうにうに、えーまあ、ファとシそれぞれがですね要はその音で止められるとなんとなくモヤっとする、まあ、そんな音なんですね。それが、えー、ファ盛り上がりの音ということになります。そして この「盛りり上がりの音、ファ」と「シのの音ですねこのファとシ、盛り上がりの音が入っているものが盛り上がりコード入っていないコードが落ち着きコードっていうふうに分類することができますでは言葉だけで言われてもですねなんとなくイメージしにくいと思いますので具体的な音を確認具体的に見ていくことにしましょう。 でその具体的に見ていくんですがその時にダイアトニックコードというものを使ってですねせっかく一番初めにダイアトニックコードというものをお伝えしたのでそのダイアトニックコードの中でどのように、えー、落ち着きコード盛り上がりコード分かれていくのかということを見ていきたいと思いますまず少しだけ復習をしましょうまずコードの基礎一番基本となる考え方として コードっていうものはメジャースケールを基準としてできているっているう,うにお伝えしたとと思いますメジャーースケールを基準としてできた行動それがですね、まあ、派生する形でいろいろな種類になったりとかいろいろ音を増やしたりとかですねそういった形でどん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 種類を増やしていってるんだよと結局根本となる一番基準となるものが、まあ、メジャースケールなんだよというお話をしました。そして そのメジャースケールを基準にして作ったコード特にですねこんな感じドレミファソラシドこれがまあメジャースケールですねキー C のメジャースケールなんですがこのドレミファソラシドを1言ばしで重ねてできたコードこれがダイアトニックコードというものになってましてこれが一番ですね基準となるコードなんですねすべてのまあコード いろいろなコードがありますけれどもその基準となるのがこのダイアトニックコードというものになります。具体的に見ていくとですね、まあえー、一言葉しなので「ドからスタートさせたらド「ドミソレ」からスタートさせたら「レ」「ファ」「ラ」えー「ミからスタートさせたらミ「ミソ」シ「シレ」「ファ」「ラ」ド「ドソ」シレ「シレ」「シレ」「ファ」っていう感じですね。という感じで。 まあ、合計7個のコードが、まあ、ダイアトニックコードにはあるんですけれども、まあ、この7個のコードがそれぞれ落ち着きコードなのか盛り上がりコードなのかというところを具体的に見ていきましょう、えー、こんな感じですね、えー、それぞれ、まあ、コード名はまだ、えー、覚えなくても大丈夫です、まあ、こんなコードがあるんだダイアトニックコードには、まあ、こんなコードがあるんだよということだけ、えー、覚えてい、えー 理解しておいて頂いければいいかなと思うんですけれどもまあ先ほどのまあドミソですねドミソだったりレファラーミソシという1個飛ばしでそれぞれ重ねたコードがここ合計7個ダイアトニックコードがありますでこの中で先ほど一番初めに言いましたファとシが入っているものが盛り上がりコードになるわけなんですねつまりシドミソはファとシが入ってない のでこれは、C、は落ち着きコードそして d ーというコードなんですけれどもこれはレ・ファ・ラなのでファが入っているので盛り上がりコードそして、えー、次 e ーは、まあ、ミ・ソ・シでシが入っているので、えー、盛り上がりコードあちょっと e ーはちょっと特殊なコードではあるんですがまあ、盛り上がりコードとまずは捉えておいてくださいで F はファ・ラ・ドでファが入っているので盛り上がりコードで G はでー ソシレでしが入っているので盛り上がりコードそして Am はラドミでファとしが入っていないので落ち着きコードで Bm はフラット5 b マイナーフラットブというコードなんですが、まあ、シレファこれもうしとファ両方入っているんですねで盛り上がりコードというふうにこういうふうに分類がされますこのようにですね まあシンプルにえ捉えていただいてえまあ全てのコードもちろんキーが変わればシとえファとシじゃなくなるんですがまあキー C の中で言えばいろいろなコードが出てきてもですねえファとシが入っているのか入っていないのかで落ち着きコードと盛り上がりコードで分類できるということなんですねぜひまずはこの分類法というものを えー、しっかり頭に入れててておいいいただいてその出てきたコードですね出会ったコードが、えー、落ち着きコードなのか盛り上がりコードなのかということを、えー、自分の音楽的な感覚ですね感覚と一緒にさらに、まあ理,えー、理論的にもその分類できるっていうところを是非、えー、頭に入れておいていただければ、えー、これからお伝えする内容もスッと入ってくると思いますのでまずはこちらを是非是非頭に入れておいていただければと思います。 それでは今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。